どうも、男の本音チャンネル代表の健婚アドバイザー福島です。この頃婚活ブームとやらが世の中にはびこっているようですけども、結婚なんかしたくないんじゃという世の中の男性の本音を代弁していきたいと思います。まずどこぞの結婚相談所やらとやらが、結婚するために男性女性を斡旋して10万円の金を巻き上げて、不幸な夫婦を量産しているようですが、騙される男女全員アホ、結婚するやつ全員アホ。まず第一にそれ言っときます。はい、結婚したくない理由3つあげます。まず1つ、1人の女と一生一緒とか絶対無理。だいたい世の中の結婚してるやつなんかな、仲いい夫婦気取ってて、すれ違った我がいちゃんね見たら目で追っとるやろ、ケツ見とんねやろ、どうせ浮気しとるやつばっかりやし、キャバクラ、フィリピンパブ、はしご、そんなやつばっかり。一人のやつをずっと一緒に愛し続けるとか人間の生理上無理。そんなこともわからずに何一緒にならなあかんねん。はい、二つ目、結婚は国を維持するための制度で、もう時代遅れ。そらね、100年前とか戦争してる最中、田んぼ耕すのに物理的に人手が必要やった時代はまあわかるよ。今そんなもん全部機械がやっとるかな。まあ少子化になったら国が困るから、こういう制度があるわけやけど、それよりも大事なのは一人一人の人生、一人一人が幸せにならないと余計おかしなる国。大体そもそも結婚しても不幸な子供ができるし、どうせ三人に一人離婚しとんねやろ、結婚しても。そんなんやったらもうせん方がマジやがな。はい、三つ目、お金と時間の自由がなくなる。これ致命的。もう結婚してもうたら、よっぽどうまいことせん限り自分の好きなことなんかできへん。休日には一緒にどっか連れてってとか言うて、近くのショッピングモール行って、子供と嫁はんに家族サービス、どこがおもろいねそれ。わしゃ釣りもしたいし、スノーボードもしたいし、旅にも出たいんじゃ。その金もなくなるやろ。釣り竿もボードも新しい車も買えへんやろ。んなもんまだボクシーとか、アルファードとかファミリーカーになってまうやん。なんもせえへん、ただ年取って文句ばっかり言うて、わがままな太った嫁はんに給料の8割渡して、月々2万3万の小遣いで大の大人が
浮気もできずに、そんなことで我慢して、平日は会社でボロカスに言われて、土日は嫁はんにボロカスに言われて、子供にも無視されて、それがあなたたちの望んだ人生ですかって。大体な、世の中の結婚相談所の女のあれだから、まあ出しとる動画見たらな、いやあれ、年収は500万以上がええだの、身長170センチ以上がええだの、大卒、そんなやつどこにおんねん。わしなんか身長158センチやぞ、年収は150万ぐらいやし、高校なんかエフランをやっと出たわ、それでも何度か生きとんねん。